チャールズ・ハーティング・パーシーは、アメリカ合衆国の政治家、実業家。1949年から1964年まで、ベルアンド・ハウエル社の社長。上院議員、上院外交委員長。所属政党は、共和党。フロリダ州ペンサコラで生まれ、一家は、彼が幼いうちに、イリノイ州シカゴに転居した。 幼い頃から彼は事業への才能を示し、それは1930年代中頃に日曜、学校の教師であり、ベルハウエル社の社長であったジョーゼフ・マクナブの目に止まった。当時ベルハウエル社は小さなカメラ会社であった。1941年にシカゴ大学を卒業した後ベルハウエル社に勤務し、1年以内に会社の管理者となった。 彼は、第二次世界大戦中アメリカ海軍で3年間軍務に、月、1945年に会社に戻った。戦時中に彼は、ジャンヌ・ディ・ッカーソンと結婚した。彼は、妻の死の3年後に3人の子供を連れ、ロレイン・ガイアーと再婚した。ジョーゼフ・マクナブは1949年に死去し、パーシーは、映像機器製造企業、ベル ハウエルの社長に就任した。彼の就任後会社の売上高は32倍に増え、社員の雇用数は12倍に増えた。会社は、ニューヨーク証券取引所で株式を公開した。当時の大統領、ドワイト・ D ・アイゼンハワーに促され、パーシーは1950年代末に、正解入りを決意した。彼は、より良いアメリカのための決定という、 共和党の長期的な目標を示した著作に関わった。1960年の共和党全国大会では、公領委員長を務め、党綱領の作成を指揮した。パーシーの最初の選挙出馬は1964年のイリノイ州知事選で、民主党の現職オットー・ケルナーに敗北した。二度目の選挙への挑戦は2年後の1966年中間選挙における。 上院議員選であり、彼は民主党の現職議員、ポールダグラスを破り当選した。その選挙戦中に、パーシーの娘バレリーが自宅で殺害された。選挙戦は2週間中断されたが、その後続けられた。バレリー・パーシーの殺害事件は長い間捜査が行われたが、現在も未解決である。彼は、 以後1984年に落選するまで上院議員を務めた。上院では外交、安全保障を呼び通商問題で頭角を表した。特にパーシーは長年上院外交委員会において共和党を代表する立場にあった。彼はロックフェラー・リパブリカンと呼ばれる共和党の恩恵派に属しベトナム問題をめぐりニクソン大統領と衝突したこともあった。 1968年及び1976年には、共和党大統領予備選への出馬が取り沙汰されたが、68年には、ネルソン・ロック・フェラー・ニューヨーク州知事を、76年には、ジェラルド・フォード大統領を支持した。1981年に、共和党が上院で多数派となると、パーシーは、上院外交委員長に就任した。1981年4月、 イラン革命のイスラーム諸国への波及を恐れた、レーガン政権は、アラブ恩恵派に属する諸国への支援の一環として、サウジアラビアエイワックスを5期売却することを決定した。上院外交委員長として、パーシーは、この決定を強く支持し、ジョージ・ H.W. ブッシュ副大統領、会員経験のある、ジェラルド・フォード元大統領とともに、議会工作を指揮した。 その結果、この取引は議会の承認を得たが、パーシーはユダヤ系の支持を失った。1984年の選挙で、パーシーはポール・サイモン下院議員に敗れ落選したが、こうしたイスラエルに批判的な言動によりユダヤ系の支持を失ったこと。さらに、アメリカ・イスラエル公共問題委員会など、ユダヤ系の圧力団体がパーシー落選運動を行っていたことが、 その原因になったと考えるものも多い。2011年9月17日、死去、91歳没。パーシーの娘シャロンは、ウェストバージニア州選出インギリン・ジョン・ロックフェラー4世の、妻である。チャールズ・パーシーには3人の他の子供がいる。ロジャー、ゲール及びマーク。ありがとうございます。